はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。楽天証券の SPU 達成におすすめのやり方がいまいちよくわからないという方にお話ししていきます。楽天証券の SPU 達成のためのポイント投資について気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では楽天証券ヘビーユーザーの自分がお得な設定方法を紹介します。楽天初心者の方向けに分かりやすくお話ししていきますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょう。では、このパートで楽天証券の SPU 達成は0ポイントでも OK という話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。楽天証券の SPU 達成は、ポイントと現金、合計500円以上の投資信託の購入が条件なので、ポイント利用設定は1ポイントで OK。ポイント利用設定をした後に、保有ポイントが0ポイントであっても、現金で買い付けできれば、SPU は達成になるので、とりあえず、ポイント利用設定を1ポイントだけしておくのがおすすめ。浮いた通常ポイントは、楽天カードの利用額に当てるのがいい。楽天カードにポイント払いしても獲得ポイントは変わらないので、この結論をもとに楽天証券の SPU 達成におけるポイント利用を丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。そもそもこの動画を撮ろうと思ったきっかけですが、こんな質問をよくもらいます。楽天証券の SPU 達成のためにはポイント利用設定を500ポイントにすればいいのでしょうか？他にお得なやり方があればぜひ教えてほしいです。最初に楽天証券の SPU 達成をおさらいします。やることは2つで、まず楽天ポイントコースに設定する。その後、ポイント投資を行って、1回500円以上の投資信託を購入する。これで楽天証券の SPU スーパーポイントアッププログラムが達成され、楽天市場の商品がポイントプラス1倍になります。ポイントコースは割と迷わず設定できるんですが、こっちのポイント投資が少しややこしく迷う方が多いです。要するに、ポイントと現金合わせて投資信託を500円分以上買えば、楽天証券の SPU プラス1倍が達成になるんですが、500円分のうち1ポイントだけポイント利用設定をして、残りが現金でも OK なので、具体的な手続きはまた後ほど解説します。SPU が達成になるケースは、楽天証券のホームページにもいくつか具体例が載っているので見ています。SPU の対象となるケース、楽天ポイントコースに設定して、1回1ポイントと499円の利用で合計500円分のポイント投資。これはさっき言ったやつですね。あとは1回500ポイントの利用。500円全額ポイントで支払っても OK ですし、1回400ポイントと100円の利用で合計500円分でも SPU は達成になるので、やはりポイントと現金、合計で500円分以上投資信託を買えば、楽天証券の SPU は達成になるという認識がいいと思います。ただし、毎日積み立てで1回100円ずつなど複数回に分けた場合は対象外となるので注意しましょう。では、楽天証券における実際の設定画面をチェックします。まずはトップページから投資信託積立設定へ進み、ここの赤色の変更を押しましょう。ちなみに僕は 1% 還元があって人気の楽天カード決済を月5万円満額、積立 NISA 口座で月 3.3 万、特定口座で月 1.7 万投資をしています。とりあえず積立 NISA を始めて月500円以上積立注文をすれば、現金とポイント合わせて500円分以上の投資は問題なく達成できると思います。楽天証券の SPU 達成には、まずポイントコースをこちらで楽天ポイントコースに変更します。ちなみにもう一つある楽天証券ポイントコースだと、溜まったポイントが JAL のマイルなどに交換できるようですが、SPU の対象外になるので気をつけてください。次にポイント利用の設定ですが、ここの設定変更を押して、毎月の利用上限を1ポイントに変更すれば OK です。そしてこれが
この動画で一番お伝えしたかったことですが、ポイント利用設定をした後に保有ポイントが0ポイントであっても現金で買い付けできれば SPU は達成になります。これは楽天証券のホームページにも書いてあるので赤枠のところを読んでいます。2018年10月28日以降にポイント積み立て設定時にポイント利用設定をしていただいている場合は、注文時に保有ポイントが0であっても現金で買い付けできれば SPU 条件達成になります。確かに自分も保有ポイントが0ポイントの際に全額現金での投資になっていた時も SPU は変わらず達成されていました。そのため楽天市場を利用する人はポイントのありなしに関わらず、とりあえずポイント利用設定を1ポイントだけしておくのがおすすめです。では浮いたポイントを何に使うかですが、楽天ポイントには通常ポイントと期間限定ポイントがあり、今回のポイント投資は通常ポイントのみ使用できるので、浮いた通常ポイントのおすすめの使い方を紹介します。通常ポイントは楽天カードの利用額への支払いに使うことができるので、そちらに優先して使うのがいいでしょう。例えば楽天カード買い物なので合計10万円使った時、通常ポイントが1万ポイントあれば、それを支払いに充てることができるので、現金で払う分は9万円になります。楽天カードを普段から使っていれば、利用額は多少あるはずなので、ポイントを消費しやすくていいと思います。ただし、期間限定ポイントは、この楽天カードの利用額への支払いには使えないので注意です。この期間限定ポイントのおすすめの使い道は、概要欄の関連動画を見てください。楽天カードの利用額をポイントで支払うのがなんでおすすめかというと、楽天カードにポイント支払いをしても獲得ポイントは変わらず、ポイントで支払う前のカード利用額に対して 1% 還元でもらえるからなんです。例えばショッピングの利用額が10万円として、そのうち1万円分をポイントで支払ったとしても獲得ポイントは変わらず1000ポイントがもらえます。このように楽天カードの利用額をポイントで支払っても獲得ポイントは変わらないのでおすすめなんです。ちなみに楽天カードの利用額へのポイント支払いは楽天e ナビというサイトから、こちらのポイントで支払いで可能なので覚えておくといいでしょう。なので楽天証券における投資は基本的にポイント投資より楽天カード決済を優先するのがいいでしょう。楽天カード決済なら積立額の 1% 還元があるので、上限である月5万円の積立なら毎月500ポイントの獲得となり大変お得です。なんでポイント投資より楽天カード決済にポイント支払いした方がお得になるかというと、まず楽天カード決済により積立投資をすると積立額の 1% 還元がもらえる。これはさっきお話ししたやつなのでいいですよね。そしてこれも先ほどお話しした楽天カードの利用額にポイントを当てても獲得ポイントは変わらないのでお得になると。このように SPU 達成のためならポイント利用設定は1ポイントだけにしておいて、基本は楽天カード決済を優先して使うのがお得と覚えておくといいでしょう。では最後にセミナーのお知らせです。この度角川様より資産形成1年生を出版させていただくことになりました。今回お話しした楽天経済圏のほか、積立NISAやふるさと納税、固定費削減や先取り貯蓄など僕が自信を持ってお話しできる内容を数十枚のオリジナルイラストでとにかくわかりやすく紹介しています。それに伴い9月7日東京にて出版記念セミナーを行います。会場とオンライン両方で参加可能なので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、では今日のまとめです。楽天証券の SPU 達成は、ポイントと現金、合計500円以上の投資信託の購入が条件なので、ポイント利用設定は1ポイントで OK。ポイント利用設定をした後に、保有ポイントが0ポイントであっても、現金で買い付けできれば SPU は達成になるので、とりあえずポイント利用設定を1ポイントだけしておくのがおすすめ。浮いた通常ポイントは楽天カードの利用額に充てるのがいい。楽天カードにポイント払いしても獲得ポイントは変わらないので。はい、こんなところですね。
これを知れば楽天証券をもっとお得に使っていけるので、参考になれば嬉しいです。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンクアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。